やっほー、アミニーだよー。はい、私以前すごい肌荒れをしてたことがあって、ある飲み物をね飲み始めた時らへんから、すごい周りの人にめっちゃ肌綺麗になったねって言われるようになったんですよ。そう、飲み物のことを今日紹介しようかなと思って動画を撮りました。で、ある飲み物とは甘酒なんです。私今までの人生で甘酒ってあんまり飲まず嫌いで飲まなくて、でも私のお母さんがすごい甘酒が大好きで、肌荒れしてからすごい肌にいい食べ物とか調べたら、甘酒っていうのが飲む美容液って言われてるっていうのを知って、甘酒肌にいいんだと思って、実家帰った時にお母さんに飲ませてもらったらすごい美味しかったし、それをきっかけに甘酒を私も飲むようになって、そうしたらすごい肌綺麗になったね、プルプルになったねって言われるようになったので、そこから甘酒を飲んでいます。で、今日は友達とカフェに行った時に甘酒アレンジした飲み物が出てきて、これ家で作ってみようと思って最近作っているものを紹介しようと思います。はい、ということで豆乳甘酒ラテを完成しました。これ本当に美味しくて、朝時間がない時とかこれだけ作って飲んだりとか、すごいお腹が空いた時とかに飲むようにしています。友達と偶然行ったカフェで甘酒豆乳ラテっていうメニューがあって、美味しそうだなって思って頼んだのがすっごい美味しくて、おかわりしそうになったくらい美味しくて、でも家で作れるんじゃないかなと思って作ってみたら同じ味ができたので、すごくおすすめしたい。本当にね、美味しい、美味しいし体にいい。ごちそうさまでした。美味しかった。この動画が少しでも良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter とかインスタもやってるので、よかったらフォローしてください。じゃあまたねー。